どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、ダイエットして体がだるいですって話をしたいと思います。はい、というわけでですね、ダイエット開始から約1週間ほど経過しております。まあね、ご覧の通り、こちらにプロテインございます。はい、約4万円かけてね買ったプロテインも今ではね、しっかり愛飲して使っております。はい、うん、味は素晴らしい、うん、プロテインって本当にいいですよ。味に関してはいいんで、いわば今時のプロテインって優秀だね、うん、体にもいいんでね。ダイエットね、別にするわけじゃない人でも、まあプロテイン買ってタンパク質ね足りてない人多いと思うんで、補給することをお勧めしたいんですけども、まあそんな感じでね、まあ一応こうやってダイエットしてますけども、まあ1週間経ってね思ったことはね、体がだるいですめちゃくちゃだるい。なんだこのだるさっていう。いやもうだるすぎてもう仕方ねえ。もう動きたくねえみたいな。まあ正直わかんな、うん。このだるさ。一個の原因はやっぱ運動だよね。運動めっちゃしてます。昨日もね、1万歩歩いてきました。1万歩ですよ。1万歩って、あ、1万、厳密に1万2000歩歩きましたよ。1万2000歩、トータルでね、1日。めちゃくちゃ疲れる。もう足おかしくなっちゃった。はい。まあそんな感じで運動もしてるから、もしかしたらその運動の疲労が抜けないからのだるさなのかもしれないし、あともしくはね、前も言いましたけど、私糖質制限をしてるんで、糖質が取れないことのだるさなのかもしれないし、はたまた精神的、ストレス的なとこから来てるだるさなのかもしれないし、もう正直わからないっす。わからないけどだるい。ものすごいだるいね。いやー、なんか久々だな。だるいって感覚。やっぱね、ダイエットするとね、まあ、たかが一週間程度とは皆さん思うかもしれませんけどもね、感覚はね、鋭敏になってきますよ。感覚ちょっと鋭敏になってきてる。味覚はね、もちろんね、あんまり味の濃いものを食べないようになったんで、それはそれで鋭敏にもなってますけど、やっぱ感覚もね、鋭敏なのかな、鋭敏と呼べるのかわからないけども、感じやすくなってますね。だからもう今めちゃくちゃだるい。何なんだろうね、このだるさ。やっぱ正直もう動けないぐらいだるいね。だるい。多分ずーっと寝ていたいぐらいだるいんですね。これ何の症状かな、離脱症状とかかな、糖質の。でも一週間最初の頃別になかったんだよね。最初の頃別にこんなだるさなかったけど、まあ、筋肉痛の痛みとかでおかしくなってたから、感じなくなったのかもしれないね、だるさとかね。最初の頃はもう激痛だったから、もう痛いし、あっちこっち痛いし、もう、ボロボロで、みたいな感じで、痛みがこう、痛みっていうか、このだるさが紛れてたのかもしれないですね。で、そういう、筋肉痛とかもちょっと慣れてきて、た中で、だるさをすげえダイレクトに感じるようになったのかもしれないです。だから、糖質、やっぱ糖質取ってないからかなーって感じはしますね。いや、それにしてもだるい。いや、だりーなー。まあ、ただ昨日1万2000歩歩いたのも聞いてるよな。1万2000歩ってめっちゃあるよ。やるさ。1万2000歩。なんか推奨の量が8000歩から1万2000歩くらいじゃないっけ。あんな毎日歩けませんよ。絶対。あ、それおかしくなる。おかしくなるよ。体壊しますよ。現にこっちはだるいわけだし。もうだるい。やばい。もうだるいしか出てこない。うん。で、まあ、糖質抜いてね、頭の方もね、やっぱ、でもね、そんなね、まあ、頭回んねえなって感じはしてないっす。うん。なんかね、やっぱ糖質バーン抜くと、前に当たるときはもっとね、こう、頭回んない感覚すげえあったんだけど、あんまり今回ないかもしんないね。頭はそれなりに動いてるけど、もう体がだりーって感じ。だるーって感じ。もうビヨーンみたいな。しんどいーみたいな。眠いのかな？寝不足なのかな？わかんねえ。もうわかんなくなるよね。いや、ほんとメカニック的なとこはやっぱわかんないよね。まあこれからね、減量続けていくと中では、ある程度自分なりに見えてくるんだろうけどね。常にこう何か起こった時の、対処法っていうか原因みたいなのは自分なりに見えてくるんだけど、今のところはもういろいろもうボロボロになってるけど、大体わからないね。まあまあまあ、前の筋肉痛だ、痛さはどう考えても運動だけど、運動から来てるけど、
このだるさはちょっとわからないですね。はい。まあでもとりあえず一週間やって、まあそんなに体重も落ちないね、やっぱり。落ちねえなー、こんだけ頑張って落ちねえのかよーと思うね。いやーもう嫌になる。これで体重がさ、やっぱメリメリ落ちてるとやる気って維持できるんすよ。そうそう、やっぱモリモリだってこのさ、この体重ですよ、皆さん。この体重の人間なんだからさ、バキバキ落ちてっていいじゃん。最初の頃はさ。いや、でも俺がもう60キロぐらいしかないとか70キロぐらいしかすでにないんだったらさ、そんな簡単に落ちねえだろっていうのはわかるけどさ、もうその倍やるわけでさ、これはもうバンバン落ちてってほしいじゃない？全然落ちないね。俺その感覚で言うとね、全く落ちてないわけじゃないよ。落ちてるけど、俺としては数字が全然物足りねえなっていう。こんだけ頑張って運動もして飯も食ってないのに、こんな落ち方かみたいな感じですね。まあやっぱね、ほんとこれからまだダイエット続けていくかもちょっとわからないですけど。まあちょっとね、いろいろ副反応、副作用みたいなのがちょっと出てきてるね。とりあえずだるいです。だるい。体がだるいなぁ。いや、風邪とかひいてんのかなぁ。まあでも風邪っぽい、風邪っぽさも感じねえしなぁ。なんかだるいよね。まあ、とりあえずね、疲労はしてますね。疲労は。なんか疲労がこう蓄積してる感じはすごいする。するね。まあ、運動してねえから当たり前なんだけど、多分。すごい疲労が蓄積して、こう、運動の強度的にもどんどん下がってきてんだよね。下がってきて、昨日1万2000歩っていうのはかなり頑張って歩いたけど、その代わり筋トレしてないしね。っていう中で、なんかね、やっぱ運動強度も下がっていく。これはやる気なのか、もう体的に、もうちょっと無理なのか、ガス欠状態なのか、ちょっとわからないけども、まあとりあえずね、難しいダイエットって、ダイエットって大変だなぁ。なんでやろうと思ったんだろう。別にもう言わせるダイエットしちゃってしょうがねえんだよなぁ。ってはほんと思うんだけど、まあね、せっかくこうやって宣言もしたしさ、しばらくやろうと思いますよ。はい。まあとにかくちょっと禁断症状かなんかわかんないですけども、今日はめっちゃだるですね。だるおもー。不可恐怖にはだるおもーですよ。あれもうやってないのかな、不可恐怖。わかんないけど。まあとりあえずもうだる、体がね、だるくて仕方がないんで、これからちょっとラーメンでも食べてチャージしようかな。チャーシュー麺大盛り 4,5 杯食べればね、多分だるさ取れると思うんで、ちょっとこれからラーメンでも食べに行きたいなと思うところ。ダメなんだよね、知ってる。実は、ね、ダメなんですよ皆さん。ダイエットの時にラーメン食べちゃダメなんですって。ダメなんですって。あー、ラーメン食べたいなあ。まあそんな感じでね、ちょっとね、ダイエットの副作用的なのにちょっと悩まされてきてますという、今日はそんな話でございました。はい。もうだるい。だるいなぁ。だるいね。永遠に眠りたいね。永遠に眠りたいぐらいちょっとだるくなってきましたというところで。はい。まあダイエットされてる方ね。皆さん、ダイエットされてる方はぜひね、そういう開始早々、そういう症状出ますんで、ぜひ気をつけてもらえればと思います。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、このデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。